正確には荘園木、油煙木となる。はいはいはい。荘園、これがさっき言った2200年ぐらい前に中国で見つけられた。はい。油煙、これが先ほどの興福寺の二帝坊で見つけられた。とも歌えてるし、今奈良で作られてる炭、すなわち全国で出回ってる炭の9割が油煙木、9割、9対1ぐらいですよ。非常に少ない、あの荘園はね。確かに歴史がたっぷりあるわけですよね。2200年の歴史、しかも日本に初めて渡ってきた炭も荘園木です。もっと正確に言うと、今から1300年前の炭はそこの興福寺というね、お寺、ああ失礼失礼、東大寺の中に正倉院というところがある、ここにある炭、すなわち正倉院のものは全て天皇家の、まあ、宝物ですよね、はい、ここにある炭もみんな荘園木。そして例えば、平安中期ぐらいかな、前期かな、紫式部によって書かれたあの源氏物語ね、はい、これもみんな荘園木で書かれてる。これまだ開発されてなかったわけ。またね、油煙はね、はい、これは室町中期やからね、はい、だからまあ炭の原点は荘園木になります、はい、でそして材料は松の煙と書いてます。これ、うんうん、この松はですね、はい、日本の松を大きく分けて黒松、赤松、これ2種類あります、はい、大きく分けてですね、はい、約6割7割はあれ黒松です、うん、でここで使う松は赤松、はい、赤松の木を燃やして出てきた鈴のみを荘園というんです。ここがポイントです。黒松ももちろん鈴出てきます、はい、どんなものを燃やしても鈴は出てきますけど、黒松の鈴はただの鈴というかね、荘園とは言いません、うん、ちなみにこれがちょっと赤松、ほうほう、ね、赤松、これあの表をあのこうめくったところですよ。表は赤松は赤茶色してます、はい、で黒松は表は大体焦げ茶色してるから、この、うん、あ、見たら分かる、見たら分かります、うん、またあの全国の松、赤松、黒松と思っていただいてもよろしい。そしてこれ今持たれた感じかなり重たいです、この切れ端で、はい、かなりね油を含んでるんですね、とかヤニとか、はい、特にこの真ん中あたりの色変わってるとこね、はい、このここらね、ここらにはかなり油気が多いということで、ね、はい、でこれを丸々燃やすと、例えば簡単に言うと、はい、例えばごま油入れるでしょ、はい、でこれ灯芯っていうのを立てます。灯芯、これはね行灯とかお灯明に今でも使ってます、でこれを私はね、あの学生にはもうみんなね、小さい小中学生にはもうろうそくの芯でちょっとごまかしてんだけどね、はい、実際はね灯芯っていうのは畳のいぐさの芯です。いぐさの中抜いたとこね、はい、うん、だからちょっとろうそくの芯とはちょっと材質が違ってくる、うん、でこれ油、はい、ここに気をつけたな、これで気をつけたな、この上に合わせたらね、これが受けたらね、そしたらここに溜まるからね、この形が、はい、なるほど。どれぐらい、ね、もちろんこれ1個今現在的だと思ってます。こんなもの約400個ぐらいで入れなくて並んで、グラム開くと普通半周分、こういう量になると、うん、はい、はい、これはもう今難しい、こちらはね、材料があるんやけど、これみんな2年くらいやるんで、一番大切なのは、まあ、ここ、ここが言ったら分かるけど、これを職人さんが絞り倒すと、すごく、すなわち、これ、ほとんどだから、もう何ともわかるんですよ。はいはい。これを、1回転、刺すことによって、平均に、数回転。問題は、一番のポイントはここや。このお手段の、例えばこういうものを入れて、こちらは例えばこの高さでやるからと全部この高さで、はい、ところによってこんなの全くないわけで、うん、全部この、うん、だから一番高級な炭は一番同じごま油で一番高いところです、もちろん
こに見つけてもらう。これはね、妖怪と言われるか分かるけど、スミンチは何、黒いだけがいい、黒けりゃ僕普通でいいんです、うん、まあ、ね、うん、スミンチの黒いだけが出てる。触りもできないし、色も見えることはできない。最初の1年の前の炭が果たして、ほんまにいいかどうか分かりません。ただまあ、やっぱりね、200年、300年ぐらい前の炭したら、それこそ100万の値打ちがあるかなと、はあ。そしたら先生ね、寝かして熟成させてもそれだけ値打ちが出る。じゃあ、書いて残ったものもそれだけ。ずっと残る。千年前のところ、千数百年前の炭が荘園墓そのままで展覧会にも出てくるでしょ。はい、博物館あたりでも墨色変わらんわけです。究極はこう違います。はい、ちょっとこう合わせてみられたらいいね。ちょっと荘園は赤みがかった黒、はい、そして油塩、これ特にごま油ですけどね、はい、ちょっと青みがかった黒、うん、それが荘園と油塩の特色ですね。うん、まあ油塩でも一番高級なごま油ですけどもね。うん、それが、まあ、代表的な。そしてもう一個あるんですよ、これ、さっきから言うてるように、カーボンってやつ、ね。今度はこれ、鉱物性の質ですよ。鉱物。こっちは全部植物性でしょ。うん、はい、ここには、例えば石炭、石油、うん、ナフサ、非常にミネラル系のものを燃やしても、大量の数出てきます。次にこのすす同士をつなげる役目、はい、接着する役目がこれ、はい、ニカワと言います。これニカワ接着剤ね。はあ、これなんか樹液かなんかですか。うん、これはね動物性なんです。動物性、牛、馬、水牛、羊、あた昔は鹿も使ったらしいけど、のお肉と皮の間のゼラチン層です。もっと平たく言えばゼラチンですよ。へえ、これニカワって、うん、これニカワ、まあ、ニカワっていう字は最近あまり使わないけどね、はいはい、月書いてこういう感じ書くの、ね、うん、これはたまたま水牛のニカワです。でこれはゼラチンですので食品にかなりたくさん使われてます。うん、例えばゼリー、プリン、ハム、ソーセージ、ラーメン、ハンバーグあたりに業務用として、はい、これは板ニカワですけど、これを粉末にしたようなとか、ね、うん、料理用で売ってます。でこれをですね、湯煎という言葉をご存知、湯煎、お湯であれですかね、直火じゃなくて、ね、はいはい、お酒の缶する、はい、あのやり方でこれ 4,5 時間かけてじっくり溶かします。はい、で今これ硬いけどドロッとしたこう接着液できるわけですよ、はい、溶かし、その接着液とこのすすを混ぜるわけです。その時にこれが溶かした時点でちょっと匂いするんですよ、はい、ちょっと動物性の、うん、これ今全く匂いしないんです。はい、しないです。溶かしたらちょっと嫌なその動物性の匂いするんです、うん、で食品は脱脂をしてるから、はい、匂い抜いてるから食べられるんですけど、炭の場合はそのニカワの匂いを抜けないから逆にそのニカワの匂いをこういう香料で押さえつけてるわけです。なるほど、はい、はい、これは一回匂い失礼いたします、ね、あ、これはまた独特な感じがしますけど、これはですね今お着物にされてるけども、はい、着物とかタンスに入れてる小物です、はいはいはい、防虫剤です、ね、これはクスノキに毒するんです。クス科の中に小物という木があるんですよ。まただからクスノキと親戚ですよ。はい、これが入ってるんですね。究極はこの三河の匂いを消すために入れてるわけ、うん、だからこれもちょっと余談の話なんですけど、奈良の仏像、はい、約6割ぐらいはですね
いろんなお寺に仏像がありますけど、うん、でこちらもう一個の法では、はい、ここにですね、本当ですね、うん、というところで、まあ、内容の説明はそれぐらいにしておきます。